はいはい、どうもどうも。アート系トーク番組アートエア、私アートスピーカーの辻大地です。今回岡山芸術交流2019年もし蛇がを、見てきたので、それについてのちょっと感想を話したいと思います。昨日行ってきたんですけどね、まあ難しかったですね。岡山芸術交流、一応3年に1回やられてまして、9月27日から11月24日の2ヶ月間、岡山城とか岡山後楽園周辺エリアのさまざまな歴史文化施設を会場に開催しているというような展示なんですね。こういう感じの、岡山城があったり、周りのこう外外壁っていうかね、堀で川があって、桃太郎の形をした船に乗って遊べたりとか、岡山城の周辺でも展示があったりしました。で、岡山といえば桃太郎ね、きびだんご、こういう桃太郎の銅像が駅前にあったりとか、日本三大庭園に挙げられる一つの後楽園、金沢の兼六園とか、茨城の偕楽園とか、岡山の後楽園ですね。で、今回ちょっと時間あったんでね、初めて後楽園も入ってみて、庭園、日本ってやっぱり庭とかインスタレーションだなみたいなね、景観を楽しむみたいなのを見ました。で、岡山芸術交流の、チケットで入れるオリエンタル美術館っていうのもあり、オリエント美術館っていうのもありまして、こういう、コスプレして写真撮れたりもできるんで、なかなかこうね楽しめるかなっていう感じです。で、会場のメインの会場は今回小学校ですね。小学校跡、何小学校跡やったかな、内山、後で調べますか。ここの会場がメインだったんですが、今のこうオリエンタル美術館のこうコスプレとかね、後楽園みたいなこうなんか平和な雰囲気とは打って変わって、かなりハードコアで、難しい展示でしたね。なんで、ちょっと解説というか、少し私の感想みたいなのを話せたらと思うんですが、前回は、アーティストディレクターにリアム・ギリックってイギリスのね、関係性の美学なんかでよく出される、作家が、ディレクターをしたんですが、今回は、ピエール・ユイグっていうフランス人の方をアーティストディレクターに迎えて行われました。で、去年のベニス・ビエンナーレとか、芸術祭、国際展ですね、ヨーロッパ のに出てくるような作家なんかもかなりたくさん今回選ばれて、出品してまして、外国に行かずに、ヨーロッパに行かずに、最先端の現代アートを見れる、一望に見れる展示になってるんじゃないかなと思います。で、岡山芸術交流自体は3時間ぐらいで全体回れるんでね、サクッとこう見れるっていうような、そういうのもサクッと見れるっていう良さもあるかなと思います。ただし今回は、こういう感じのキーワード、 SF とかね、ホラー狂気とか、生物実験室とか、最先端テクノロジーとか、こういうのが好きな人にとってはすごい楽しめる展示なんですが、可愛いもんとか美しいもんとか、瀬戸内国際芸術祭みたいにインスタ映えするようなものを体験しながら、参加しながらやるみたいなね、そういう感じの作品はほとんどなかったんで、そういうのを期待していた人にとってはかなりショッキングな展示になったんではないかなと思います。で、この SF、 ホラー狂気、生物実験室、最先端テクノロジーみたいなキーワードでちょっと今から作品を紹介していきたいんですが、ピエール・ユーグ自身は多分こういうね、紋切り型のキーワードで喋られるの嫌やと思うんですよね。なんかインタビューとか見てても、もう少し複雑なことをやってるので、その辺は後半もう一回二重のキーワードってしてるので、もう一つのキーワードについて話せたらなと思います。で、全体のこう印象を帰ってからちょっと振り返った印象は、フランスの知性がほとばしってるなって
ていう感じがしましたね。ピエール・ユイグもフランス人だと思いますし、あとはこう実験室とか生物科学みたいに出てくるのは、あのブルーノ・ラトゥール人類学の、あの番組、アート系トーク番組で喋った人新世アントロポセンの視点なんかもたくさん、作品の中に見て取ることができましたし、まあ、あとはカンタン・メイヤースっていうフランスの現代思想家、思辨的実在論、スペキュラティブリアリズム、下神層もあのこう番組で喋りましたけど、そういう人間がいない世界の、まあ、暗示とか魅惑とか関係みたいなものを、可能性ですよね、人間がいない世界の可能性みたいなことについても、まあ、存在論、実在論として考えさせるような作品があったりしたと思います。まあこれだけ聞いただけでもなんかめっちゃ難しそうですよね。まあまあでもね、この視点っていうかね、あのそういう視点がないまま見る方がかえって難しいので、ちょっとまあそういう視点みたいなもの、補助線ですよね、引けるようなものをちょっとかいつまんで話していけたらなと思います。で、総合プロデューサーが石川さん、石川文化振興財団ですね。で、総合ディレクターに那須太郎、ギャラリストの方で、ディレクターにピエール・ユイグで、パブリックプログラムディレクターに木下千恵子さん、大阪大学共創機構社学共創本部、准教授の方がされてたというような感じです。で、ここですね。もうね、夕方とかね、ちょっと暗い時間に行った方が怖さがより増すので、この小学校跡はね、暗い時間に行くのがおすすめですよ。なんかもう肝試しのりじゃないけど、あ、旧内山下小学校ですね、岡山城のすぐ、隣にある小学校でした。こんな感じですね。で、中入るといきなりこんな感じの、ちょっとこう不思議な暗いところにある SF ホラーっぽい感じの、彫刻って言っていいんかな、こういうものに出会います。で、なんかこう小学校の椅子を石膏でなんかとろけた、ちょっと金地哲平さんをっぽい感じのものに、下に残骸としての白い粉、石膏かながあったりとか、まあ、なんせなんか怖い感じですよね。で、ガス缶、プロパンガスかなんかが破裂したようなものとかね。で、小学校のクラスの、もう傷んだ古いクラス、教室にこういうものがあって、照明が微妙な感じで照らされてると。で、よく近づいていくと、お、怖い怖い怖い、なんか怖い。なんか鳥かな、鳥のな、おな、剥製みたいなのにチューブが真ん中突き刺さってて、紺色のカーテンと上からこう吊り下がってるような感じですよね。なんか一人でこれ回ってるとね、もう僕ね、たまたま11月2日だったんで、夜8時までやってたんで6時ぐらい回ってたんですけど、かなり怖かったですね。で、中庭はこんな感じですね。中庭も荒れ果ててます。入って見れるんですけど、こんな感じで、で、暗くなってくるともうこんな感じですね。蛍光灯の光の中で怪しい何かこうゾワゾワする感じで、しかもこれ今作家一人なんですよね。作家一人がほとんどこの教室の中をやってるっていうのもすごい、まあ、面白いっていうか特徴で、普通ある程度こう分配するっていうか、何人かの作家でこう場所を均等するっていうか分けると思うんですけど、あんまりそういうことはピエール・ユグさんアーティストなんで、ケア、キュレーションせずに、もう作家が自然にやりたいようにやろうみたいな感じで、お互いの関わり関係みたいなものをかなり流動的に捉えてたみたいで、ほぼ小学校の一棟はこの同じ作家がやりきってましたね。逆に一人の作家にこんだけの広いスペースやらすのはすごい大変やな思ったけど、多分ピエール・ユイグさんと同じフランス人だったと思うんで、今回の一番の目玉作家っていうか、気合の入った、作家作品展示だったんじゃないかなと思います。一応名前後で出てくるんですけど、今
今言っときましょうか。ね、ファビアン・ジロー&ラファエル・ジボーニ、1980年81年生まれ、パリを拠点に活動って書いてますね。怖いっしょこれもちょっとどう考えても骨と人の頭に見えるっていうね感じのものがあったり、こういうのが違う部屋になったりって、もうさっきから怖いしか言ってないよねで最後の方の僕何回か1階2階かな3階ってこう回りながら見ていっていって、いろんな部屋を今回ってる感じなんですけど、最後のドン付きの部屋に、穴が開いてて中から向こうの映像が見えるようになってて、こんな感じですね。でそっちの映像の映ってる教室にも入っていくとこんな感じの、映像作品があります。で他のものは作品がさっきみたいにこうインスタレーションというか空間に配置されてるだけなんですが、ここは映像があって、字幕、英語の字幕しかなかったのが残念だったんですが、字幕付きの映像がずっと流れてるんですね。でこの映像もかなり怖くて、なんかねグロテスクで、こんな感じの赤ちゃんのクローンみたいなのがなんかぐにゃぐにゃ出てきてたりとか、白い化粧をしたアジアっぽい女性の人がなんかこうマイク越しに一人語りをしてたりとか、まあなんせおどろおどろしい映像なんですね。で何分あるか書いてなくて、24時間のパフォーマンスと書いてあるから、 もしかして24時間あるのとか思ってビビりながら、もう途中で見るの諦めたんですけど終わらなかったんで。でこういう保育期っていうんですか、あの赤ちゃんが生まれてからすぐの、あの、ものがまた別の部屋にもあったりします。だからなんかこうクローンとか生物生まれるとか赤ちゃん生まれるとか、なんかそういうものなんかと実験とかそういうものを案に、示すようなものになってるんですね。で作品解説が、これか、反転資本っていう作品で、動画ですね。動画はエピソード2とか1とかからなってて、あらずの形式幼年期無人シーズン3、1971年8月15日、内山下小学校で24時間のパフォーマンス映画が始まる。地球が自転の加速によって解体される中、死を免れぬ人類の一団は不死の者たちの家族を人質に取り、地球と共にこの世を去る覚悟でいる。乗組員が人質の状況を確認し、人類に聞き取りをしようと建物に入ると赤子が生まれる。記録された一連の出来事は地球の解体がほぼ完了した3000年後に起こる。映像は最後の生き残り82世代目の人類が1971年8月のシーンを絶え間なく繰り返す様子を追う。初めの時と同様子供が生まれる。彼女は人間と非人間の交配の産物である。彼女は神滅でも不死でもなく、筆滅でも不死でもなく、命よりも大切な存在である。変化を続ける新生児の中で、ディープフェイクテクノロジーを用いて物や空間を変形させることで、映画はリアルタイムで生成され、繰り返すごとに形を変えるっていう解説なんですよね。なんか、SF でしょ。火の鳥、手塚治虫の火の鳥とか、80年代ぐらいか後半ぐらいに流行ったなんか近未来小説の感じとか、クローンとか SF とかね、そういうイメージもあったりもしますよね。なんか藤田直哉さん、批評家のね藤田直哉さんとか、最近東博樹さんも虚構と現実の問題みたいなんと、実験室第7師団、満州の中国に行った日本の帝国時代の軍人たちの実験、科学、生物科学兵器実験室とかね、記念館に行かれたりしてますけど、なんかそういう想像力という現実みたいなね、を感じさせるような展示になってるんですね。まあ、これ、
そういうの好きな人だったら、これはもう一軒の価値ありで、小学校全体一棟使ってやってるんでね、非常に ごっつい作品かなと思いますよね。ごっついってすごい曖昧な表現ですけど。で、アーティストディレクター、ディレクターした作品、ピエール・ユイグ自身の作品はこれで、まあ、同じ小学校内に展示されてたんですが、水槽の中に、イソギンチャクとか、細い足をしたカニとかがいてるような作品ですね。前回もこれに近いような作品が出てたと思うんですが、3年前ね。こういう作品です。で、ちょっとなんか、多分そういうの選んでると思うんですけど、こう手に見えるんですよね。ここが人の手に見える、あの海藻というかイソギンチャクというかサンゴというようなものが手に見えたりとか、あとはここにカニ、細い手足をしたカニがあったりします。で、下のタンクがろ過器ですね。ろ過器なんかも見せたりする。だからその人間以外の生物の生態とか生活空間というか環境みたいなものについてもすごく考察してるんですよね。だからこの下の、上の水の水槽の水を維持するためのろ過装置とか温度を管理する装置とか、そういう環境を、管理する装置自体もものすごく想像力としては大事な部分で、ここもしっかり見せたいっていうのがあると思うんですね。上下ですね。あ、こういう感じですね。上下の。で、もう同じ部屋で、これ一応共同作品になってまして、ピエール・ユイグのこの水槽の作品と、こっちがマシュー・バーニーの銅版画のエッチング。銅版画にはこのカブトガニっぽいものと、上から吊るす鎖の銅版と、水槽タンクのろ過装置というか電解装置みたいなものが書かれてたりしてます。で、マシュー・バーニーの作品がこれ。ピエール・ユイグの構造と似てますよね。形はまあ似てて隣同士に置いてあるんですけど、こっちの方は、生き物がいなくて、劇薬の中で電解質で銅をどんどんこう何て言うかな、付着させていくようなシステムになってます。だからそうだな、これ小学校で見た時そこまでもうなんかとにかく怖い怖いって見てたけど、これ振り返って分析してこう並べるとすごく理解が進むっていうか、ここで見てる方がなんかこう感動っていうか、ああそういうことかって今喋りながら分かっていってる感じなんですけど、これほんと対になってるんですね。こっちが生きてない鉱物とか物質とか、その生き物が生きられない世界、劇薬なんでね、生きられない世界の、環境世界を作り出していると。でこっちの方が、海洋生物、私たちと同じ生物の、生き物の生態系についての世界を、作ってて、これがだから対立っていうか合わせ鏡になってるんですね。近くで見るとでもこの死の世界は死の世界で結構美しいんですよね。こういう感じで綺麗、マシュバーニの方も。でそれを安定させるっていうか、動かしていく装置ですね。これは多分銅の玉だと思うんですけど。で、マシュー・バーニーは安全圏の陰極っていうタイトルで、ピエール・ユイグとの共同のプロジェクトにおける要素を抽象的に表現した作品で、銅版には電気メッキ装置と、有機海洋生物の両方を含むタンクが描かれている。さっきの絵ですね。で作品タイトルは電気メッキ、これは絵か。でマシュバーニの電気メッキタンクには両面にエッチングの施されたアスファルト塗装の銅版が設置されている。だからさっきの青い、死の世界の箱には銅版でエッチングを施されたアスファルト塗装が設置されていると。展覧会会期中、常に電気メッキ加工が表面上行われるので、銅版の表面には付着物が集まり続け、エッチングを徐々に抽象化し、最終的に一つの銅の物体となる。だから絵とか
表現っていうのが消えて動そのものの物体になる、なるっていうことですね。でこのタンクの作品は同じ部屋に水槽を展示しているピエール・ユイグとの対話から生まれた。展覧会終了後、電気メッキされた物体は電解液から取り出され、2人のアーティストのコラボレーションとしてユイグの、 あの海の生き物の水槽に、展示されることになっているってことですね。やっとわかったな。なんとなくは分かってたんやけど、そこまでしっかり構造化されてるっていうのはちょっと今解説してて気づきましたね。もうほんと同じような形態で生き物の世界、生き物の、生命維持装置で、こっちが銅の電解物質で、死の世界で、銅をどんどん付着していく装置で、それらをつなぐのがこの銅版の作品で、銅版の作品、これと同じものがこの電解質の中で入っていって、どん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 、意味とか記号を、まあ何とかな、剥ぎ落とされて、最終的にはこの海の世界に戻されるっていうような作品ですね。わかった。でこういうまあ、シュバーニーなんかは80年代90年ぐらいでその SF とか、人間と非人間のあこう行ったり来たりみたいな異種混交性とか、あと神話ですよね、昔の神話みたいなのをテーマにした映像作品なんかもたくさん撮ってるので、まあ、そういう意味では今回ピエール・ユイグとのコラボレーション非常によくわかるなっていう感じでした。まあ、オシムラックは小谷元彦さんなんかもベニス・ビエンナーレで当時92かな、その辺の時に似たようなその SF の想像力みたいな作品を作ってられたので、なんかこう絡まるっていうか、岡山芸術交流、今回の芸術交流とこうね、接点持てたらよかったのになって思いましたけどね、見ながらね。そこぐらいは見ながら思ってましたよ、一応。でもここまで綺麗に対立っていうか、対立じゃない、その対比関係ができてるっていうのは話してみて思いましたね。で小学校から出ますと、まあプールの中に入るとこんな感じで、向かいがね放送局なんですけど、放送局の大きなスクリーンみたいなものに、カエルが宇宙空間で無重力でふわーっとこう回っていくような映像が映されてます。で、これめちゃめちゃ高画質なんですよね。このめっちゃでっかいスクリーンはね、高画質で、まあ宇宙浮遊空間みたいなね、カエルが動いてるっていうのが、まあ独特の面白さですね。で、まあプールにまたそのカエルが映り込んでるっていう感じにもなってます。まあ、愛知トリエンナーレもね、豊田市で、プールを建てた高峰忠さんの作品なんかもあったりしましたが、まあみんなプール好きやなって感じですね。こうカエルあるでしょ、こう浮いてる、宇宙空間で浮いてる状態ですね。で、まあ後で動画ちょろっと撮ってるんでそれ見てもらえたら。で、あとこのプールの方はピンクっぽいプールにして、これはなんか作品なんですけど、白人の肌の色に近い感じの色にしてて、ここにこう、水流、水の流れが微妙にこう動いてたりとかするような作品になってます。まあ、これもなんか実験室というかね、なんかそういうバイオハザードのゲームに出てきそうな感じの、ロケーションっていうかな、雰囲気にはちょっと見えなくもないかなって感じですね。まずカエルの方の作品がジョン・ジェラード、1974年生まれ、ダブリン生まれですね。アフリカツメガエル宇宙実験室、密閉されたガラスケースの中心でカエルが無重力状態で浮遊する様子を表す作品。この設定はルイージ・ガルバーニが1791年に行った生体電気に関する初歩的な実験をエッチングで書いたダイアグラムへの応答である。ジェラードはこれを比較的最近の1992年スペースシャトルエンデバーのミッションとして行われた科学実験と結びつけた。この実験では脊椎動物が無重力でも繁殖できることが明らかになった。おお、
背骨がある動物ですね。でも無重力で、繁殖できることが不規則な感覚で、カエルが痙攣する、一度として同じ動きはない、それはまるで歴史的な記憶に刺激され痙攣しているかのようで、自らを持ち直そうとする前に制御不能な回転に陥る。この同時体的なイメージはメディアをうまく利用しており、一連のアルゴリズムとコンピューターレタリングを使用し、歴史的な要素と一見 SF 的な要素を組み合わせて見せているという解説ですね。結構ね、この解説、今回キャプションの場所がちょっと作品と離れてたりね、このカエルなんて遠いからこんなとこキャプション貼れないので、プールの入るところに全部まとめられてたりしてたんで、結構キャプションと作品を一致しながら読むっていうのは難しかったんで、今結構ね、改めてちゃんと読むと、おお、そういうことかみたいな気づきがありますね。会場でも流し読みはしてたんですけど、これなんか見ると、その宇宙で生殖可能っていうことで言えば、さっきの映像作品のこの作家さん、SF の話だけど、宇宙で、まあ、人類が地球から出てて3000年後に何回もこう、生命を生み出していくみたいな、この SF の話が完全な絵空事じゃなくて、ちょっとこう真実味を帯びてきますよね。だから実はなんかね、今回の作品ってキュレーションがアーティストなんで、ピエール・ユーグなんで、個々の作家がなんか微妙に関係し合ったりつながったりしてるみたいなとこも特徴みたいですね。だからみんなで作りながら、ああ、そういう作品で来るのねみたいな、じゃあ俺こんなんにしよっかなみたいな、緩い関係性やったりつながりがあったみたいで、このピエール・ユイグとマシュバーニはもうかなり対話してやってますけど、それ以外にもこのカエルの作品と、さっきの宇宙の SF の作品で、タイトル自体がもし蛇がなんで、蛇とカエルって結構近いですよね、生き物として。なんかそういういろんな、まあ、関係性が出てきてたんだなと今これも気づきました今への言うのやめとこうかな。プールの作品はパメラ・ローゼンクランツ、79年生まれ、スイス生まれ、被膜のプール、オロモム、被膜のプールは流動性があり、香りと輝きを放ち、動きを持つ単色の液体である。標準化されたヨーロッパ人の肌色、もともとは移動、日光への露出、栄養素、その他の偶発的要因からの固有の産物として出現した色調に基づき、ここではその色がストックとして再合成される。それにより流動的な痕跡としての人間の主題、つまり合成物質の偏在によって明らかに逸脱し変化してきた物理的および精神的構造を持つ人間についての考察を促すと。あ、なんかここまで読んできたら、そういえばアート系トーク番組でバイオアートの特集をやりましたね。杉村さんがプレゼンを中心になってやってくれた、その辺なんかもすごくもう一回見返すと面白いかもしれないですね。この辺の坂なんかは明らかにその文脈で読んだ方がいいかなと思える感じがしますね。うん。で、動画だな。動画の用意を。結構ね、私はバイオアートの作品って、でも結構好きかな。どうなんやろな。微妙やな。バイオアート、SF、まあ、ものによるんかな。好きだったり嫌いだったりって感じですか。で、ちょっと、カエルの浮遊感と、カエルの浮遊感と、プールのボコボコ感をちょっと見てもらいたいんで、まあこんな感じですね。というような作品でした。
で、続きまして、ちょっと待ってくださいね。あ、これか、プールつながりで、ちょっと会場は別なんですが、こういう作品もありました。これはね、小さい、45センチかな、50センチ ×5 センチぐらいの正方形に多分磁気的な液体が入ってまして、これでスケールわかると思いますね。で、中にアブクがブクブク動くような作品になってます。三河田島さんの作品で、75年ロサンゼルス生まれ、ニューヒューマンズじゃない、こっちだな、フォースタッチからだ、あ、こっちじゃない、ニューヒューマンズか、あ、これやね、ニューヒューマンズでは人工的な人の新しい集まりが黒い磁性流体のプールの表面に立ち現れる。機械学習プロセスによって生成された活発な磁性流体は超自然的な生命体がその姿を変形させているかのようだ。これは合成された人たちのコミュニティのイメージ、つまり実際の DNA や公共のキャッシュリークされたキャッシュデータから得られるフィットネスやマッチングサービスのデータから構成したプロフィールである。まあ、こんな感じですね。なんかでもこんなの見てると、今回の作品って研究室とか実験室とか学校みたいな中で全部まとめてやってもよかったかもしれないですね。そっちの方がなんか頭に入ってきたかな。なんかいろんなとこ会場を歩きながら場所性みたいなものを感じながら見るっていうのが、あんまり場所性関係なく研究室実験室ってこう同じようなこうね決められた箱の中でやるので、わざわざこれをここまで見に行って感じなくてもええかなと思いましたね。うん、結構ね、これ文化センターだったんでわざわざ行くんですよ。で、文化センターでこれともう一個だけ、二つだけがポンポンってあるだけなんで、いやもうまとめてくれたらみたいな風にね思っちゃいますよね。ちょっと動画を見てください。磁流体磁石ですね。なんか磁石を扱った作品も今回はいくつかあったかな。もう一個ぐらい、でこのグオーンっていうのは周りのあれちょっと待ってください。あ、これですね、壁に穴が開いてまして、こっから空気がブオーっと出てる音がグオーンというようなものになっております。でそれがもう一つのこっちの、フォースタッチ体っていうことで、同じ三河さんの作品で、体の壺の位置に沿って配置されたフォースタッチは強制風を放出するジェットディフューザーを展示空間の壁に埋め込んだ大型の壁面彫刻であるというふうにあります。で、まあ、あとはね、あ、匂いを出す作家なんかも、匂いを出す作家はね、いろんな会場でいろんなところで匂い出してましたねこの方やけど、シーン・ラスペットさんで、これも科学的なんですよね。なんかペンジルジオキサン温分子はシーン・ラスペットとなんちゃら兵により開発された特別な香り。これは新しい分子であり、2018年の制作以前には自然界や科学の文献にも存在していなかった。この分子は特許出願中であり、ハイパーフローという商標で香水芳香剤製品産業における商品化を目指しているという作品も、まあいろんなところで匂いがするなって感じで、人によってはちょっと気持ち悪いっていう方も言ってたんじゃないかなと思います、匂いがね。で同じ文化センターで、地下の方はこんな感じで、何もないところに、下がちょっとこう白い砂っぽいものがあって、で実はこれは、骨なんですね。多分動物だったかなの骨で、柱は、こんな感じで、線がついてまして、この線は何かっていうと温度観測計っていうか温度を探知するものになってて、この柱は、38度に保たれてるというような作品です。
なのこちゃいってなるんですが、解説がどこやったかな。これかな。違うな。あ、こっちは熱の作品はそうですね。作品名が、エティエンヌ・シャンボー、フランス、80年生まれ、フランス生まれです。熱の作品は、連続性と不連続性の関係における抗議の問題に関心を寄せる。それは特にアイデア、物質、なんちゃちょっと読みですね。熱は特定の人体の熱を生成し、測定し、表示する作品である。実際の病気の発熱パターンからモデル化した絶えず変化する温度は、展示空間の建築物の柱に伝達し、測定され、スクリーン上に表示されるっていうの作品ですね。で、展示スペースの床には死んだ動物の解剖学的構造を粉砕した、骨の粉が散りばめてられている。ソルトスペースっていう作品ですね。って感じでしょう。はい。で、まあそういうちょっとこう、なんつうんかな、こういう、バイオ実験室、生物実験室とかテクノロジーとかなんかそういうものと、関連したような作品がまあ多いのがまあ分かっていただけるかなと思うんですね。で、体育館の方に行くと、こんな作品がありました。まあ、これは音を出す作品になってまして、かなり体育館全部使ってるんで、いろいろなこう音の鳴る装置が組み合わせられています。これはこのパイプ、長いパイプの先から空気が出てて、ウォーって言ってるんですね。で、シンバルっぽいものを機械でこう鳴らすようなものとか、なんかこれは落ちてチカッて光ってましたね、熱で。こういう装置系ですね。で、さっき映像を見てもらいましょうか。作品解説の前に。おっと、だんだんこう、説明が苦しくなってきましたね。気の利いたことを言いたいんですが。あ、そっか、これ、音楽流れてたな。すいませんね。今まで音流してた時、私の聴いてる音楽も一緒に流れてましたね。すいません。もうここからさすがに収録も3回撮り直してるんで、やる気力がないので、ここからちょっと音が漏れないようにだけしたいと思います。よいしょ。いけますかね。こうか。はい。聴いてください。
はい、いかがだったでしょうか。まあね、これはやっぱりちょっと音がないとね、分かりづらい作品だったかなと思います。作品解説がタレーク・アトゥイ、レバノン生まれ、80年生まれですね。ワイルドなシンセっていう作品名で、作品を構成する楽器や音を用いてアトゥイが行う実験から生まれる音楽作品、創作以来これらの楽器やサウンドライブラリーはさまざまな協力者やミュージシャンたちによって命を与えられてきた。聴覚障害者もプロの音楽家もいた。これらの、個人や、集団が遭遇するものに触発されながら、楽器は物や音によって動きを与えられ、音は金属や石を通して放送され、絶え間なく変化する繊細な小宇宙のようなこの音空間はプーチンのホルンにより繰り返し押し流され再び構築されるみたいな解説ですね。まあ、なんかこの体育館はまあ音の実験室みたいな感じ。何からあれだな、それぞれのその場所っていうか部屋っていうかが何々の実験室、何々の実験室みたいな感じでも見れるような感じですね。で、匂いの作品と同じで、この作品も結構いくつか点在してたんですけど、林原美術館とか醤油のとことかいくつかあったんですけど、まあいわゆるあのコンビニとかで虫カーとかガーとかが来たらね、パチッて言って殺すやつですよね。でこれをまあ作品として置いてまして、ハエとかがもしこの電気に行ってパチッて言って死んだら、そこの部屋の電源自体が一瞬落ちるっていうような作品です。で私が行ってる時はもう11月だったらハエもいなくて全然落ちなかったですけど、そういう風な、フェルナンド・オルテガ、メキシコ生まれ71年の作品で、無題、日々の生活の中で生じる私的で思いがけない出来事に大きく関係していると。この実践はね、詩的っていうのはポイエティックの方で書いてますね、ポエムの方で書いてますね。そこでは日常の細かな事柄や無視されがちなものが舞台の中心にある。彼の作品の多くは可視性と不可視性の間で優雅なバランスを保ち、素材の相対的な規模と永続性を検証する。時間と人間の関係及びそれが私たちの世界体験の及ぶ性域を探求すると。かまあハエがそこで死んだ時にいちいち気にしないけど、電源が落ちることで、まあ、一度それをこう認識するっていうような作品ですかね。うん、でそれ以外で、まあ、これ最後の方なんですが、最先端のテクノロジーを使った作品もいくつか紹介されてまして、それが一人がこれですね、今のアプリを使ったもので、実際にアプリでここでやったらすぐに画面に反映されるので、小学生のこの男の子たちがここで椅子に座ってたむろして、ポケモン GO みたいな感じでやってましたね。だからこういうちょっとこう 小4男子の SF とかゲーム乗りとか実験乗りみたいなののなんか面白さ楽しさみたいなものに通じてる作品が多かったかなって、個人的には。逆に小学生4年生男子にはすごく相性がいいんだけど、逆に小学生4年生女子たちには多分もう男子みたいな、もう怖い気持ち悪いのやらんといて、汚いのやらんといて男子みたいな風な感想を持たれる展示でもあったかなという風に、ちょっとまあ非常にベタな解釈するとね、そういう風にも見えたかなと思います。イアン・チェンの作品で、ボブ信念の入れ物とか、ボブのいる世界っていう作品になってまして、ロスアメリカの84年生まれですね、若手ですね。その生涯を通じてボブの身体、ボブっていうのはこのこういうものですね、ここに出てくる多分生命体のことだと思うんですけど、その生涯を通じてボブの身体、心、性格は驚きの連続である。人生の流れにうまく向き合うため、その驚きを慣れ親しんだルーティーンへと身体化させていく。重要なのはボブが来場者から知見を取り入れることで、その場の瞬間的衝動や子供っぽい偏った好みだけを満足させようとする誘惑から自らを引き離そうとすることだ。
ボブがたくさん死ぬたび、それが性格の欠陥、子育ての失敗、不良の事故、もしくは寿命を全うしたなど、どんな死に方であろうとも、やがてボブは全ての人生に共通する行動パターンを繰り返すことと同義となり、すなわち不滅で永遠なる神の特性を表すことになるのかもしれない。まあ、子育て、たまごっちみたいな感じですかね。ボブっていうのを養成するアプリでね、するようなええものになってたりします。で、それをまあ、ちょっと、アニメーションっていうかアニメか漫画で、描いたのも、隣の部屋に展示されてました。なんかこうボブの生き方というか人生みたいなね、なんかちょっとナウシカの最終的にほんと神の存在というか、生きたり繰り返したりクローンで生まれたり死んだりしていくうちにどん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 神格化されるというか、弁証法的に進化する身体人間みたいなものがね、まあ、ナウシカの世界にちょっと近いかな。ナウシカも言ったら近未来 SF 小説ですもんね。こういうふうなボブの、まあ、神話体系みたいなものが、書かれてたりします。これね、これはログインした人らかなとか、まあ、奇跡が入ってここですね。関わった人たちの名前がどんどん、アップデートされるような感じになってると。で、これはまた別の会場なんですが、さっきの林原美術館で、これはなんか醤油を作ってた、町屋の地下をこんな風なコンクリート打ちっぱなしの空間にしてまして、ここで一人一人が、VRバーチャルリアリティっていう、こういう、3D のゴーグルをかぶって見ると周りが、飛行機で寝て移動してる人の、まあ、リアルな 3D の空間が見えてくるっていうような作品で、これはゴーグルをしたらこういう風に見れるっていうようなものですね。でも結構ね、これ怖いんですよね。なんか幸せない飛行機の移動っていうのもなんかボコボコしてるんで、かなりこう恐ろしいもの見ちゃったな、ゴースト見たな、お化け見たなっていうような感じこれも恐ろしいっていうような感じ。エヴァ・ロエスト、ベルギー91年生まれ、自動制御化っていう作品。これらの画像は大西洋を横断する飛行機の機内で眠っている乗客の 3D スキャンを記録したもの。カメラは元はビデオゲーム業界で開発されたセンサーカメラで、コントローラーを使用せずともプレイヤーが直接シミュレーション内で触れ合うことができるモーションキャプチャーデバイスである。このツールは人体を記録するために特別に作られたもので、空港のセキュリティにある全身スキャンのような生体認証ツールとして使用される技術でもある。画像は全て1回のフライト中に記録されたってもんですね。で、また林原美術館に戻ってきて、ピエール・ユイグ、アーティストディレクターの、まあ、有名な代表作で、アンリーですね、アンリーっていう作品で、これが、まあ、ガラス越しに映されてたと。映像ですね。62年生まれですね、ピエール・ユイグはね。2分、時を離れてって、まあ、2分短い映像です。99年、ピエール・ユイグとフィリップ・バレーノは漫画市場を専門とする日本の代理店からアンリーというキャラクターの権利を購入した。このキャラクターが、まあ、キティちゃんみたいな感じで、これがアンリーっていうキャラクターなんですね。で、このアンリーっていうキャラクターの権利をアーティストであるピエール・ユイグが、買ったと。で、No Ghost Just a Shell は集合的な想像力をもとに構築されたプロジェクトで、さまざまな作家による一連の映像作品がこのキャラクターに命を吹き込んだ。2001年、作家たちはキャラクターの権利をアンリー本人に譲渡する法的文書に共同署名した。2分時を離れてでは、アンリーは自らの状態を記号と表現し、印象派の絵画の前に立ち自分の体験を語っている子どもの声を伝えるっていうふうになってて、もうややこしいもう嫌になってきた説明するの。フランス人っぽいな。まあだからこのアニメのキャラクター、日本のアニメのキャラクターの商標アンリーを、権利を買いましたと、作家ピエール・ユイグは。
で、それを今度はいないはずのアンリーっていうアニメのキャラクター自身にあなたの権利を渡しますよ、譲りますよって言って譲渡したと。だからアンリー自身はもう誰の所有物でもなくて、自分自身のアイデンティティで生きていけるアニメのキャラクターになったんだっていうことですよね。で、そういうね、権利とかその人間以外の権利ですよねっていうのは、その人新世の中でも話した、人間中心主義っていうのを批判しますよね、クアンタムメイヤスとかが主弁的実在の中で。で、そういうフランスの最近のそういう中で、その人間以外の権利とか他者、他物ですね。だからあのニュージーランドの川に主権を認めて、その法的な主権を認めて、川が汚れていくときに川自身が人格を持って法的に自分自身の、あの環境を守るみたいなことを、あの、まあ、実際法律でね、川に主権を与えるということが、主権というか主体を与えるということが通ったと思うんですけど、まあ、そういうふうな人間以外の権利をどうやってこう社会の中で位置づけていくかということの一つの方法ですね。これはアニメのキャラクターに本当に権利を与えちゃったということですよね。で、今回はこれに共同作品でティノ・セガールっていうパフォーマンスアーティストがいてて、多分ティノ・セガールはパフォーマンスって言われるのが嫌らしいので難しいんですけど、説明するのがダンサーって言ってほしいみたいなこと出てました、ね、あの小何歳ぐらいある15、6歳の日本人の女の子だと思うんですが、この映像の前に現れて、私はアンリー、最初めは2次元、次は3次元、今は4次元のキャラクターです。あなたはアートが好き？私はアートが好き。アートを好きな人も好き。にとかいう感じで喋っていくパフォーマンスするんですね。で、認識と、記号と何とかはどう違うのとかって結構難しい質問投げかけたりとか、そんなのもするんですね。で、その2分ぐらいのパフォーマンスで終わったらスーッと帰って、カーテンの裏楽屋みたいなとこ変えていくんですけど、またしばらくしたら、しばらくって言っても2、3分ですぐ出てきてましたからね、結構頻繁にパフォーマンスをやってるっていうような感じで、あの普段ああいうパフォーマンスアートみたいに慣れてない人はかなりショックだったんじゃないかなと思います。入り口入ってすぐのところで必ず出会い頭に会うようになってまして、こうしかも外人がやってたら外人のパフォーマンスねみたいなので、ちょっと一回カッコに入れれるんですけど、普通の中学生の日本人の少女なので、あのどこにでも行ってる女の子が急にこう私はアンディみたいな感じで喋り出すんで、結構あのショッキングな体験ですよね。ティノ・セガールはそういうあのパフォーマンス的な作品で有名で、国立国際美術館でも美術館の監視員がいきなりあの歌い出す、あのラララララ、これはプロパガンダ、プロパガンダじゃない、プロパガンダみたいな歌だったと思うんですけど、なんかそういうパフォーマーティブなアートをしたりします。で、同じパフォーマンスつながりで、これは実際やってるわけではなかったんですが、あの岡山芸術交流界隈で、やったパフォーマンス、これは林原美術館の中庭で、この女の人が体を銀色に塗った体でこうダンスしてるパフォーマンスですね。で、これはまた違う会場、これは林原美術館の多分受付かなとか、岡山城の横でとかね、小学校の運動場でとかいう、こういうパフォーマンスを、まあ、ダンスをしてるんですよね。でもね、なんかね、かっこいいダンスというよりはかなりへんてこな吉本興業のあのダンス、なんかお笑いの人のダンスみたいな、ちょっとふざけてたりこけたりしたりとか、あと森三中とかの踊りにもちょっと似てるかなっていう感じですけど、まあ、そういうのが映像で、これは岡山城の横の蔵で、やられてましたね。
リリー・レイノ・ドゥバール75年フランス生まれ、以上すべてが太陽ならいいのに、もし蛇が、まあ同じようなこと書いてますね。パフォーマンスね、黒い絵の具のついた絵の具だけで身を覆った作家が、作家自身が裸で踊ってたみたいですね。で今回特徴はパフォーマンス系の作品がいくつかあったってことですね。で会期中に、まあ休みの日だったんで余計だと思うんですけど、結構遭遇しましたね。これは小学校の運動場をでやってたパフォーマンスで、まず運動場自体がボコボコの山が作られてるっていうのが特徴です。普通運動場ってまっすぐ真っ平らなもんなんですが、それをかなりこうボコボコにしてると。でそこでこう座ってパフォーマンスしてる。でこれはなんかね、ロダンの考える人の台座の部分だけを彫刻にした展示で、これはピエール・ユーギの映像作品で、チカチカが画面変わるんですけど、なんか脳内の脳波の刺激によって映像が変わるみたいなもので、なんか関係がつながってんのかつながってへんのかわからんような感じの、展示になってます。ちなみに台座、ロダンの台座の人が微積分医師っていう作品で、エティエンヌ・シャンボー80年フランスミューズ生まれですね。まあ、フランス人やっぱ今回多いですね。そしてややこしい、難しいフランス人の作家、ややこしい、難しいみたいな感じですね。あーごめんなさい、なんだおかしくなっちゃった。よいしょ。で、あ、さっきちょっと映像行きましょうか。そのパフォーマンスの映像、なんかねブツ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 ブブブブブブとかで喋ってたような気するんですけど、多分音は入らないかな。ちょっと待ってくださいね。ここか。あ、こっちや。はい、行ったかな。鳥はね、普通に出た鳥の音ですね。運動場の丘の上から撮ってる感じで、向こうにカエルの作品、プールで、ここが小学校の校舎で最初の怖いホラー作品があったとこ。でここになんか丘みたいなのが盛られてると。ピエール・ユーグの映像作品が向こう側に見えるっていう感じですね。でなんか「とか言ってこの女の人が話してるって感じです。でこのここがなんか明治天皇のなんか記念碑みたいな石が、でっかい石があって、その裏側がね、あの相撲の土俵があるんですよね。珍しいんですけど、でその土俵の真ん中にも作品がありました。それがこれですね。まあ、もし蛇がの蛇の作品がここに土俵の真ん中にあって、こんな感じですね。で、この蛇はなんか周りの音とか光とか多分センサーで感知して、それがここの点滅に反応して、動きやったり光やったりに反応してるような解説があったと思います。79年スイス生まれ、パメラ・ローゼンクランツ、あのピンク色のプールとやった人と同じ作家ですね。癒すものの癒すものすかっこ水域。まあ蛇っていろんなシンボルとかね、あのいろんな神話とか、海外にも出てくるので、まあ、それをモチーフに、行いましたってことですね。
写真や映像を撮影する電子音に紐付けられたアルゴリズムがヘビロボットを起動させたり制御したりするので、来場者は知らず知らずのうちにこのガラガラヘビのように体を揺するロボットの動きに影響を与えているっていうようなものらしいです。で、一応言ったヘビで、もしヘビがで、ヘビがヘビで解説終わった。ちょっとやっぱ後半きつかったら、なんか何を話してんのか自分でもちょっと分からなくなってきた感じがあるんですが、まずね、ピエール・ユイグルのインタビューをフランスの、まあ、研究ねされてる星野太志さんがインタビューしてて、美術手帳のウェブサイトに載ってるんで、下にリンク貼ってるんで、それ読むとちょっと理解が進むかなと思います。で、そこでピエール・ユーグが言ってるのは、まあ、あんまりこう固定した形にしたくないので、開かれた意味とか、まあ、言葉でなんかこう決めつけたテーマみたいな決めつけたくないので、もし蛇がみたいなね、開かれた状態にしたいというふうな話をしてたりしますね。で、でその最初はオーガニックスーパーどこやったかな、最初はね、スーパーオーガニックかな、あ、スーパーオーガニズムっていうような、タイトルをつけてたんですが、まあ、なんか超生命体というか、なんかそんな感じですかね。でもちょっとあまりにも意味を生物的とかバイオ的にやりすぎてしまうので、リビングエンティティというふうな名前に変えて、テーマ設定を変えましたっていうようなインタビューをしてるんですね。で、それがこれですね、リビングエンティティ、あらゆる生命体と。で、それ以外に、で、まあ、そのなんていうかな、その人身性とか主弁的実在論って考えるときに、人間以外の認知とか世界観とか関係性を読み解いていこう、見ていこう、その中にそのキャラクターの権利であるとか、川とか海とかっていうようなものを生命体として捉える。どうしても生き物だったら亀とかカエルとかヘビってなっちゃうけど、そうじゃなくて、それ自体の生命の関係性みたいなものとか、環世界みたいなものまで含めて生命体として考えた方がいいんじゃないかと。だから展覧会自身も、その展覧会自身が一つの生き物として考えて、流動的なつながりであるとか、お互いの作家同士、作品同士の阿吽の暗示による、まあ、コミュニケーションであったり、行き来であったり、対話であったりみたいな、そういうものが生まれてると。で、そういうふうな複雑なものを複雑なまま表すというか、認識していくような関係性を、まあ、今回の展示ではやりたかったと。で、その時に3番のモディファイっていう、変容っていうような言い方が、まあ、結構好ましくて、さっきのそのボブっていうポケモン GO みたいな感じで、いろんな、まあモンスターを養成していくような中に変容みたいなものが起こってくるだろうと。で、もしくはそのパフォーマンスって言っちゃうと、それはパフォーマーって固定してしまうけど、そうじゃなくて、何か演じる中で作家、観客と演技者、ダンサーとの中に変容が起こったりするんではないかみたいな感じで、モディファイっていうことを入れてるんですね。で、まあ、複雑な関係性とか変容によって何をやっぱり目指してるかっていうと、まあ、ピエール・ユイグの今回の5回も芸術交流の今まとめの話してるんですが、何を目指してるかっていうと、予測不可能な可能性から決められた決め打ちしたものではなくて、いろいろなものが複雑なまま関係を保っていく中で、偶然性とか予測が全くできなかったような新たな世界やったり未来だったり可能性について、表現したい、まあ、展示したいっていうような意味合いがあるっていうようなことだと思うんですね。で、まあ、この星野太志さんのインタビューの中で、リビングエンティティっていうのは
まあ、さっきと同じなんですが、繰り返しになっちゃうんですが、リビングエンティティの説明の中でスーパーオーガニズムと言ってしまうと、どうしても生物的バイオ的な考え方に結びつきやすくなってしまう。私が考えている複雑なシステムのあり方は必ずしも生物だけに寄ったものではありません。だから今はリビングエンティティという言葉を使っています。リビングエンティティとはあらゆる生命体といった程度の意味です。生命体といってもその定義はすごく曖昧で揺らぎがあるでしょう。例えば一つの物体としてではなく集合体として存在できるようなものも生命体でありますね。最近だと森や川を一つの生命体として捉えるという考え方も流行っていますが、そういうものも含んでいます。私が提案したかったのは予測不可能な過程や可能性ですという形で、まあ、ピエール・ユイグが星野さんのインタビューにこんなふうに答えてるんですね。で、複雑な関係性、作品同士の関係としては継続性あるいはつながっていくことが一つの鍵になっています。それは線でつながるものでもなく、いわゆるネットワークでつながるのでもなく、もっともっと複雑な形として存在している。そこには偶然性も生まれるし、何かが破壊されたり壊れたりすることによって突破口が開いたりもする。そこには秩序ではない形が生まれるのです。だから秩序ではない形だから、フォーマニズムとかフォーム形式を考えていくときに、まあ、フランスのそういうまあ文化人たちが考えていることって、いわゆるモダンのフォーマリズムで形式とは違う秩序のあり方って何だろうなというのをいろいろやってる感じですよね、これ見てるとね。だから私が一番最初にやったこの言葉の整理、 SF ホラー狂気、生物バイオ実験室、最先端テクノロジー、この4つでこの展覧会見れますよね、見たら分かりやすいですよねっていうのは、かなりこう単純化したある一つの形式秩序に当てはまってしまってるんですよね。がそういうものにピエール・ユイグとか今回の横山芸術工事は多分抗いたいというか、そうじゃない可能性について、考えていきたい。がそうなってきた時にキーワードはリビングエンティティになったり、複雑な関係性やったり、モディファイ変容やったり、予測不可能な可能性っていうことになってくると思うんですね。モディファイする能力があるという、まあアピールは、私はモディファイという言葉が好きでよく使うのですが、これはただ外側に変化を与えるだけではなく、中身を変容させるというイメージがあります、というようなことをまあ言ってるんですね。まあなんかそういうふうなことをアプローチしてる展示だと考えると、まあ分かりづらいのはそりゃそうだろうなと思うし、その分かりづらさの補助線を引くためにはもうちょっと会場が整理されてた方が、まあ、見るインストールっていうかな、この鑑賞者が見るときには入ってきやすかったし、キャプションがやっぱちょっと作品と離れてるものが多かったんで、キャプションの提示と、まあ、あとはこのチラシですね、最初のチラシにちょっと今のピエール・ユイグの星野太さんのインタビューみたいなものが裏面に1枚あるだけでも随分読解の助けにはなったんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、その辺がちょっとないと、この科学研究好き以外の人が見た時にどうアプローチしていいかわからないし、もしくは科学研究好きの人が、わあ SF おもろい、ホラーおもろいっていうだけの、そういう単純な見方も多分ピエール・ユイグ自身は望んではないと思うので、まあそういう複雑性みたいなものをどうこう感じ取れる条件を作っていくかっていうのが、まあ今回の岡山芸術交流のまあキュレーションのミスキュレーションというか展示方法のか、やりどころだったのかなと思います。はい。いや、意外に長、45分ぐらいで終わろう思ったんやけどな。意外に1時間超えましたね。
いかがだったでしょうか。そしたらちょっと私はお茶を全然飲んでないので、これ終わったら水分しっかりとって休みたいと思います。岡山芸術交流2019もし蛇がについて、話してきました。アート系トーク番組アートエア、話したのは私アートスピーカーの辻大志でした。皆様よかったら感想をいっぱいツイッターとかフェイスブックとかで上げて聞かせてください。では皆さんさようなら、バイバイ、またねー。